ボーイです。今日はですね、ゲオのブラックフライデーセールおかわりしてみたーです。さらにそこでハンター狙い撃つぜ。はい、ということでね、ゲオのブラックフライデーセールですね。私ですね、初日金曜日とね、日曜日にもね、また行ってこんな感じでね、たくさん買ってきました。ということでね、またね、今日月曜日なんですけども、はい、またまたブラックフライデーセール行ってみましたので、ぜひ見てください。レッツゴー。はい、私ね、今ね、仕事帰りでね、名古屋市のね、中川区にね、ありますね、ゲオさんに向かっております。はい、480円以下のですね、中古ゲームソフトとか周辺機器ね、全品100円ということでね、今日もですね、ちょっとね、私、底根ハンターとしてはね、狙っていきたいなと思ってね、また懲りずに来ております。今日はね、11月の21日、月曜日になりますね。はい、今日はね、100円ソフトね、いいソフトあるかな、やっぱ結構持ってるんでね、またね、なかったりするかもしれないですけどもね、はい、今日も3店舗回っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということでね、1店舗目なんですが、結構ね、こちらの店舗さんのね、商品ね、私持ってるのばっかりでね、こちらをね、迷って買いました。はい、モンスターハンターのサードのですね、HD バージョンですかね。はい、で、なんでこれ、迷って買ったかっていうとね、実はね、PS3 の方のね、サードね、こんなに持ってるんですよね。これ、お裾分けしてもまだ5本も手元にありますので、すごい迷ったけども、買うものがちょっとなかったので、まあ、しょうがないかなっていうところでね、買いました。ということで、ね、1本で110円ですね。はい、そして1本でもクーポン300円引きついてきました。はい、じゃあ2店舗目行ってみましょう。結構ね、名古屋ってね、ゲオさん多いですね、こう考えるとね。結構近場にあったりするので、非常に助かりますね。はい、こちらはね、熱田区のね、ゲオさんになりますね。結構ここはね、ちょっと家から遠いんですけども、もうたまに行ったりしてましたね。はい、じゃあこちらにはね、私の欲しいものあるかな。はい、楽しみです。行ってみよう。はい、こちらのね、ゲオさん、私結構ね、欲しいのありました。嬉しいな。というところでね、まずはね、こちらロストプラネット3ですね。昨日1、2買いましたんで、3がね、今日手に入りました。嬉しいな、こういうね。はい、1、2、3揃いましたね。はい、そして次がオブリビオンですね。こちらはね、よく見るんで、多分初期の頃のやつじゃないかなと思うんですけど、もうよく見るんでね、気になって買ってみました。100円なんでね、こういう時にね、チャレンジしたいですね。はい、そしてこちら、アサシンクリードのですね、昨日もね、アサシンクリード買ったんで、アサシンクリードあんまり知識がないんでね、ちょっとコメントが言えないんですけども、まあ、とにかくちょっとこの木にね、集めたいなと思って、今ね、2本目買いました。はい、そしてグランドセフトオートですね、4の方ですね、こちらね。はい、こちらもね、4は持ってないので、はい、買いました。はい、そしてこちらキルゾーン2ですね。こちらもね、持ってないし買ったので、よく見るんですけどね、手つけたことなかったんでね、買ってみました。はい、そしてこちらですね、こちらね、今回のね、ブラックフライデーセール回ってる人よく見ないですか。これ気になってたんですよね。これ VR 専用という、私 VR 持ってないんですけどもね、何回やたら見るんでね、とうとう買っちゃいましたね。はい、こんな感じですね。今回のね、店舗良かったですね。はい、こんな形でね、買いまして、660円の、クーポン付きということですね。はい。はい、ではですね、3店舗目行きましょう。現在ですね、先ほどの熱田区からですね、瑞穂区のですね、ゲオさんに向かっております。比較的、さっきの店から近いですね、こちらはね。はい、やっぱ今回ね、どうかなと思ったんですよね。さすがにもう死なないだろうなと思ったんですけど、さっきの店で結構買えたんで、で、今から行くところはですね、初日にね、実は行ったとこなんですよ。だから、こちらに関してはね、重複しております。なんでね、ただ、初日にね、いいソフト買えたんで、まあ今日もいいのないかなっていうところでね、ちょうどね、店舗のね、映像とかも撮ってなかったんでね、ちょっと撮りつつね、ちょっとね、行ってみたいと思います。では、レッツゴー。はい、なかなかね、買えました。はい、まずはこちら、レインボーシックスシージですね。こちらね、
あのデラックスエディションみたいなやつは持ってたんですけどもね、こちらノーマルの持ってなかったんで良かったです、買いました。はい、そしてこちらドラゴンボール Z ですね。はい、こちらもねドラゴンボール系ね、私あんまり持ってないというかファミコンしか持ってないのでね、買いましたね。楽しみですやるのがね。はい、そしてこちらファーマースっていう読むかな、はい、こちらもねやったことないのでね、ちょっとね なんか興味本位で買ってみましたね。はい、そしてこちらアンチャーテッドですね。はい、こちら別のねバージョンは持ってるんですけど、こちら持ってないので買いました。はい、そしてこちらですね、ガンダムのエクバシリーズですね。そしてこちらね同じの持ってるんですけど、このちょっとねこう音楽に特化したような、特化してるのかな、なんかそういう35曲入ってるということで買いました。はい、そしてこちらが、はい、合計がこの値段ですね。はい、550円ですね。はい、クーポン付きということです。はい、ということで、はい、こんな感じでね、私ね今回のゲオのねブラックフライデーセールすごく楽しんでます。こんなにも買っちゃいました。しかもこんなにも買ってもね3000円ぐらいなんですよね。ということでね、皆さんね、こちらまだまだねやってます。11月の27日日曜日までねやってますのでね、ぜひねお時間を見つけてね行ってみてはいかがでしょうか。ということで、紅葉でした。またな。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォローよろしくお願いいたします。